牛乳、ベリー類などですね。現在、ベラルーシでは、人口動態的に、壊滅的な影響が被っています。子どもの人口が減っています。2011年に初めにはわずか173万7400人しか子どもがいない状態です。これは専門家から比べるともう減っているわけです。そしてこれは18歳の子どもも含めた数です。次のスライドをご覧ください。この2003年ですね、2003年以降死亡率が少しだけ増加したのがご覧になれるかと思います。しかし死亡率は非常に高く、ですから人口は増えていないわけです。人口動態的に非常に危険な状態にあります。2003年以降、増えていないということが分かっているからです。私は小児科医です。小児科医といたしまして、子どもをその汚染地域、非汚染地域を問わず子どもを見ています。そしてスライドでですね、このデータが、公式のデータが、2009年に行われたデータを参考にしながら申し上げたいと思います。まず第一の集団は子どもです。公式のデータを、健康に関するデータを考えますと分かりますのは、データに比べるとですね、実は、健康、子どもの健康が非常に悪化しているんです。2007年から2009年の間には子どもの慢性疾患を患う子どもの数が増えています。そして2009年には、健康な子どもが減っています。健康な子どもが減る一方で慢性病の子どもが増えているわけです。この表には、健康省の、公式データが、お示されています。子どもが1999年から2000年の間で、2009年から10年ですね、失礼いたしました。子どもが初めに、病気にかかる、年齢というのを、症例というのを見ますと、その子どもの病気がどんどん、年々増えているということが分かります。2010年には次のようなデータがあります。特定のグループの、ベラルーシの2つの、地域ですね、ゴメリおよびモギリョフの、地域での子どもの健康状態を調査しました。非常に、たくさんの病気、例えばですね、まあ他の地域に比べはるかに多くの病気が見つかっているということが分かりました。1993年には WHO によって、病気の、放射能による病気の上昇が、研究されるようになりました。そして
ベラルーシの人口、総人口、そうですね、子ども成人を問わずこの全人口の、を見ましても病気が、2008年から2010年で大きく増えたということが、分かります。がんの、がんですね、がんはベラルーシの、子どもに、大きな苦しみを与えていますが、特にゴメリ地域です。ゴメリ地方に1989年から2006年の間で甲状腺がんが増えています。この疾病はベラルーシの、他の地域にもおける、都市部、農村部を問わず人口の間で疾病が増加しています。世界的に、見るとですね、このようながんの症例が増えていますけれども、このベラルーシの状況を他の、旧ソ連諸国と比較してみることが有効だと思います。最も症例が多かったのがベラルーシです。他の国々の、数字も、見られます。そしてキューバの旧ソ連諸国では、下がってきています。 WHO によりますと25年間の間にこのチェルノブイリ関連の他の疾病が、増えているということです。科学は、何かが起こっているということは分かりますが、子どもたちが、例えばですね、例えば動脈高血圧といった、他のさまざまな要因が、重なって、例えば、肥満ですとか喫煙による健康被害、運動不足といったような伝統的に言われ昔から言われている要因が、重なってこの発生率が高まっているというのも、まあ、確かにそうなんですけれども、それだけではありません。非常に深刻な問題というのは、他の集団ですね、ベラルーシの他の集団を見ましても、子どもに、深刻な影響が見られます。例えば循環器系が、子どもの健康に、チェルノブイリの影響で子どもの健康に悪影響を及ぼしています。それが毎年増えています。心臓疾患を患う子どもの数も増えています。このスライドでは、新生児の心臓病について、述べています。例えば、先天性心臓奇形、これが、全ての出生以上のうち 30% を占めています。この度合い、軽度のものから重度のものまで、心臓病には先天性心臓奇形にはさまざまな病気がありますけれども、毎年ベラルーシで生まれる90万人の子どものうち800人が先天性の心臓疾患を持って生まれてきます。これは汚染が
心臓の新生児の心臓の発達にどのような影響を起こすかということは公式に全く議論されていないのです。これは私が現在勤務しておりますクリニックからのデータです。これには、先天性心臓奇形、そして不整脈、伝導障害のデータが、あります。循環器系心臓がダメージを受けています。例えば、不整脈や伝導障害が新生児で起こっています。そして1995年から1996年には、健康な子どもが、学童がですね、小学児童を診察した結果、その心臓外科医の、治療を必要とする、疾患がたくさん見つかりました。しかし10年間がそれから経ちました。ゴメリなどでの、調査が行われてから10年が経っていますが、子どもの不整脈がさらに深刻な症状、失礼いたしました、疾病につながっています。心臓外科医は、例えばですね、5歳、6歳、7歳の子どもたちがすでに不整脈を患っているということを目撃しているわけです。日々私が、ここでもう一つ申し上げておきたいのは、目の問題です。目の病気です。子どもの目の病気です。例えば白内障が子どものうちから発症しています。こんな病気は、高齢者にしか起こってはいけない問題なんです。子どもでは起こってはいけないはずの病気が起こっているのです。そしてここから3つの結論を、引き出すことができると思います。というのは、一つはベラルーシの子どもの健康はチェルノブイリ事故の後で悪化したということを認めなければならない。そして、循環器系腫瘍、先天性異常、出生異常、目と関連する器官の疾病がチェルノブイリの影響を受けた子どもの間で増えていることが大きな問題である。そして非常に重要なことは、この具体的な対策を講じられるということ。政府のさまざまな、例えば健康省などさまざまな部局が、協力して、具体的な対策を取る。そうすることによって放射線防護の専門家が実際的な、助言を行い、科学者は予防策と治療法を研究し導入することができるからでしょうです。プレゼンテーションの終わりに、私がこの、祈りのような言葉を、で締めくくりたいと思います。私たちの、